ところ歴史ドラマの展開が熱くて仕方ないわ。ねえ、レンはそういうの興味ないの？そうですね、私も毎週チェックをしていますよ。見終わった後に文献を読んで新しい発見を得ることもあります。ま、真面目な楽しみ方をしてるのね。でも気持ちはわかるわ。私は先の展開を知ってる場合が多いから、ドラマを見てそうきたかって膝を打つことが多いのよね。さすがすみれさん、日本史がお好きですものね。もうレンレンとすみれだけでなんだか仲良くしてます。あら、クークー、あなた日本の歴史ドラマなんて見ないでしょ？ふんふん、日本を知るにはその歴史を学ぶことが大切です。物語で歴史を知ることができるドラマや映画は大好きですよ。じゃあ先週の回で武士同士が戦っていた理由わかる？そう、最強の武士を決める戦いがあったとかですか？これは教えがいがありそうね。歴史好きの血が騒ぐわ。目が怖いです。教わるなら優しいレンレンがいいです。私は教科書や参考書に書いてあることくらいしか分かりませんから、歴史に詳しいすみれさんに教わった方が良いと思いますよ。決まりね。ちょうど語る相手が欲しかったのよね、ギャラクシー。ユイジョ放課後放送局ティエラに、みなさんこんにちは。私たちユイガオカ女子高等学校スクールアイドルティエラです。それでは順番に自己紹介をしていきましょう。みなさんギャラクシー、ギャラクシー、ありがとうございます。ヘアンナスミリ役、ペイちゃんことペイトンナオミです。よろしくお願いします。ペイちゃーん、続いて、はい、大砲キムッパー、素晴らしい声の人、素晴らしい声の人、あ、素晴らしい声の人、ありがとうございます。タンクク役、リーちゃんことリユです。よろしくお願いします。リーちゃん、はい、アキアカネ、ブタニーザヨー、ハズキレン、ありがとうございます。ハズキレン役、ナギちゃんこと青山ナギサです。よろしくお願いします。ナギちゃん、スクールアイドルリエラとして私を叶える少女たちのストーリー、それがラブライブスーパースター。この番組はそんなラブライブスーパースターのことをたくさんの人に知ってもらうために、リエラのメンバーが全力で頑張るスクールアイドルブブラジオです。はい、今週も始まりましたね、はい、始まりました。そうです、お疲れ様です。お疲れ様です。いきなりお疲れ様です。夕方だからね。あ、そうですね、皆さんお疲れ様です。お疲れ様です。何より何より、うん、今週あのアコースティックライブが始まるので。ありますよ。そうだよ、そう、金曜、うん、そう、金曜日、土曜日、はい、どういきなり何今のも、どう、楽しみだよ、本当に。そう、もう本当にめちゃくちゃ楽しみです、うん、シリーズ初のアコースティックライブは。そうなんです。どうなるのか、いや、本当おしゃれすぎるのでね、ちょっと皆さん楽しみにしていてください。はい、楽しみにしていてください。それでは皆さん最後までお付き合いよろしくお願いします。ラブライブスーパースターユイジョ放課後放送局リエラジ、レッツスーパースタート。ラブライブスーパースターユイジョ放課後放送局リエラジ、皆さんからのお便りを紹介するユイガオカ女子高等学校投書箱のコーナーです。早速いきましょう。
まずは D ラジネームマクロさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。 MTV アンプラグドプレゼンツラブライブスーパースター D ラのバンドリハ映像が公開されましたね、うん、今まで聴いてきた楽曲もおしゃれなアコースティックアレンジが加わることで全く違う楽曲に生まれ変わったかのような新鮮な印象を受けました、はあ、特にノンフィクションのアレンジは艶やかなピアノとベースの音がとても素敵で、ワンフレーズ聴いただけですっかり虜になりました、うん、ここにリエラの歌声が合わさることでさらに素晴らしい音色になると思うと今からワクワクが止まりませんといただきました。ワクワク、ありがとうございます。ワクワクさん、ワクワクさん、使ってこいよ。ワクワクさん、いいじゃん、はい、もうね、4月1日だけじゃないからね。違います。毎日ワクワクさんでもいいからね、はい、最近ね、よくワクワクさんってちょっと言われたんで、いじられるか、いじられてもーし、ね、かわいいですね。ありがとうございます。続いてリエラジネームアクセルさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。先日投稿されたアコースティックライブのリハーサル動画、神すぎました。神。ビッシュソングがバンドアレンジされていましたが、何度もリピート再生しています。あの動画を見てさらにアコースティックライブへのモチベーションが上がりました。ライブが楽しみで仕方ないですといただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。そうですよ、バンドリハーサル映像ね、YouTube の方に公開されていってるのですけれど、ノンフィクションとウィッシュソングと、あと未来は風のようにもね、うん、そう、はい、ありまして、もう全部全然違ったアレンジになってて、かっこいいし、ね、おしゃれだし、はい、いや、なんかウィッシュソングのアレンジ、特になんかさらにこのウィッシュソングの、あたかさ、表現されたなって思った、なんか団結っていうかさ、まとまってる感じあったよ ね、なんか優しさはすごく、いや、聞くだけで心が温かくなります。温かくなるね、はい、なんかお気に入りポイントとかさ、いや、もう全部素敵だから全部そうですっていうのもありだけど、なんかあったりとかする？ちなみにちょっとペイトンいいですか、私ノンフィクションのイントロがさ、かっこよすぎてさ、ね、最初これ何の曲何の曲、ノンフィクションってなって最初ね、最初だけ聞いたら分かんないよね。いや、もう本当に歌うのめっちゃ楽しみです、もう、今から。なんか人の手で演奏されているのを聞くと、やっぱりそのさっきりーちゃんが言った通り、温かさだったりとか、その場にいるその空気が変わるような感じが感じられ、もう肌で感じられるので、もうめちゃくちゃ楽しみです。楽しみだね、なんかそれこそさ、ノンフィクションもちょっとアレンジが全然違うじゃん、元の楽曲と。めっちゃジャージーな感じ ね、だから普段歌って踊ってパフォーマンス私たちしてるけど、歌だけってなった時に今までの歌い方とはちょっと違った表現だったり。いや、そうだね。そう、なんかその曲のアクセントをさ、つける部分って曲、なんかアレンジによって違うからさ、そうです、今までこうやって歌ってたけど今回はアレンジバージョンだから違うみたいな、また違う、そういう楽しみ方もできて、すごいね、ちょっと楽しみですね。全然違うんですよね。全然違います、本当に。めっちゃ背伸びしてるリエラみたいな感じだよね。いや、これはね、ぜひ見ていただきたいです ね、はい。続いてリエラジネーム小木田さんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。先日突然突然確か突然あったワンダフルドリームのダンスビデオの投稿がありびっくりしました、ウィンクしていったりステップを踏んでいったりなど、ミュージックビデオでは見られない表情や振り付けが見られて嬉しかったです、特にお気に入りなのが最後の夢見るパワーのところです。ビシッと5人別々のポーズを決めるシーンがヒーローみたいでかっこよかったです。どういうこと？ヒーロー？ありがとうございます。夢見るパワー。そうです。夢見るパワーです。確かにあそこの部分、みんなね、違うポーズだもん ね、はあ、めっちゃ気合入ってるもんね、あそこ。ライブもそうだけどこの MV もね、はい、気合めっちゃ入れてるところ、こだわってるところです ね、ね、今回ダンスビデオということでね、そのミュージックビデオとは全然違った表情だったり、はあ、ね、別の角度からね、そあの映像があったので、はい、なんかあれいい顔してんじゃんみたいなどういうこと、いい表情じゃんみたいなね、誰みんなみんな、あーみんなね、だからあこの結構さ、ミュージックビデオの方だと全体を引きで撮ってるやつが、アップだったりとか、
面白いなってね。ね、楽しかった、はい、これすごいカメラワークがすごい、ね、すごいね、カメラワークね、すごいよね、みたいな確かに。なんかみんな注目してほしいポイントとかあったりする？あ、ウインクの数を数えていただきたい。お、いや私でもあんまり使われてないかもしれないんだけど、うん、カメラが寄ってくるたびにカメラ大好きだからウインクしてカメラ大好きだから大好きと思ってウインクして逆に毎回ウインクだとさ、あ、ペイちゃん毎回ウインクだから多すぎる、多すぎる、そうだからそれもね、あってちょっともしかしたらカットとかされてるかもしれないんだけどウインクしすぎてカット、あのね、ウインクしすぎてカット面白すぎるそれちょっとね、ウインクの数数えていただくとかそういう遊びとかもね、うんうんうん、できるかもしれないので楽しんで、いい、ね、楽しんでください。りーちゃんなんかある？私、あ、でもああいうなんど、あのダンスビデオって屋上のシーンを使ってないので、そうだね、なんか違う雰囲気がすごいなって、なんか飾り方、うんうん、あ、なんかオープニングとちょっと近いなって思いました。あの布の使い方とかね、そうです、あれ見た時、いや本当にアニメとすごいなんかマッチしてる、フィットしている、うんうん、でちょっとエモいなって思いました。エモ、エモエモですね。確かあのワンドフル、あとワンドフルドリームの MV って結構あのアニメ一期のシーンとかいっぱい再現したので、うん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 、やっぱこのなんかこの場所のなんかあ飾り方もすごいなって思います、うん、すごいよね、あと映像のさ色味とかもさ、そう、すごいおしゃれな感じになってて、うんうん、普通、ね、なんていうの、私たちカメラで普通に撮影したらあの色味にはならないじゃない、ね、映画みたいなね、そうだからなんか物語見てるみたいな感じ で、ね、またそこも素敵になっててすごいなって思いました ね、はい、ありがとうございます、たくさん見てください。続いてリエラジネームひでそばもぐもぐさんからいただきました、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。結ヶ丘女子オリジナルドリンク投票で選ばれたゆいび茶の予約が始まりましたね、うん、早速予約しましたよ。あ、嬉しい、ありがとうございます。オリジナルボックスにはハツラツとしたリエラの5人もデザインされていて、すっごく健康に良さそうな気がするので、実際どんな味がするのかとっても楽しみです、うん、といただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。どんな味、どんな味なんだろうね、まだ私たちもね飲んでないんですよ。飲んだことないもん、言っていいのかもわからないし ね、 ど、 うい う、 どういう味がするんだろうね気になるね、ね、気になる。確かにそのパッケージのさ、めちゃ緑、デザインめちゃ緑、すごい健康そうだ ね、 ね、そうなんか新茶使ってますみたいな、うん、なんか緑だから、ね、だろうね、緑茶みたいな感じなイメージがある、ね、勝手に。どうなんだろうね、何の茶だよね、何の茶、何の茶、何の茶気になります ね、 ね、そう。みんななんか普段どういうお茶飲んだりするの？私はあれ、私は結構紅茶が、あ、紅茶、紅茶ね、確かに飲んでるイメージある、うん、でもなんかあの上海はあんまりなんかそのままのアイスティーとか売ってないんですよ、うん、え、そうなの？あのアイスティーはほぼ砂糖が入ってる。あ ー、 あー、そういうことね、ストレートがないのか。そう、そう、熱々な紅茶は普通にブレンド紅茶があるんですけども、うんうん、もうアイスティーは結構みんな砂糖入って甘めなんだ。甘め、だから初めて知った。そう、日本で普通のアイスティーも売ってるからなんかいいなって思いました、うん、おー、はい、すごい。なんかあれだね、海外旅行あるあるじゃないけどさ、うん、なんか結構その日本人がさ海外とかにいて、あー緑茶飲みてーと思って、確かに自販機でグリーンティーって書いてあったから、私も経験あるんだけど、うんうん、グリーンティーって書いてあったからポチッとして出てきて飲んで、うっ、甘っ！ ってなっちゃって、そうなんだ、お砂糖、お茶にお砂糖入ってるの苦手で、お茶にお砂糖入ってる、入ってる。あ、実は上海のコンビニで普通の緑茶が売ってて、うんうん、でもあの緑茶は日本から来たの、日本のブランドの緑茶です。そういうことね、そうそうそう。あ、じゃあもう完全に日本のお茶の味ってことか、うん、そうです。日本食とか日本茶が恋しくなったらそれを、それを、ね、飲むと、間違ってそれ飲んじゃうと本当にその後の2週間ずっと納豆巻き食べたい、日本茶飲みたいってそんなにずっとあってお寿司屋さん行っても納豆巻き売ってないのよ。あ、アメリカとかは。確かに、なんだっけ、なんて言うんだっけ、あのさ、海苔がさ、ご飯の中に入ってる、ね、そう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 、ああいうイメージある。そうそうそう、だから本当に気をつけてくださいね。何よ、ゆうび茶と一緒に持ってったらね。確かにね、ゆうび茶持ってけばいいんだね。分かんない、持ってけるか分かんないけど、そんな感じですかね、うん、ぜひ楽しみにしていてください、うん、お願いします。続いてリエラジネーム小麦子さんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。始まりは君の空の衣装を着た
リエラ5人の特別仕様フィギュアがセガのオンラインクレーン限定景品になるそうですね、うん、ゲームセンターで磨いたクレーンゲームの腕をオンラインでも発揮できるように頑張ります。ちなみに皆さんはクレーンゲームで景品を取ったことはありますか？またリエラメンバーでクレーンゲームが一番うまいのは誰だと思いますか？といただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。そうですね、クレーンゲームは取ったことある？セガのあれですか、うんうん、そうそうそう、なんかウィーンって言ってさ、ガシャンってガシャンってやつよそうそうそう、なんかあれだよね、上手い人ってさ一発で取ろうとしないよね。いやあれはすごい、そうなんか場所をどんどんずらしてみたいな。そういうことね。そうそうそう、えやったことあるりーちゃんとか？私はもう一番最初に日本に来て、うん、旅行した時、うんうん、めっちゃやってました。上海にはあるの？あるんですけど、でもちゃんとなんかこういう景品とかグッズ、うんうん、ぬいぐるみとかないんだ。あの普通のキャラ、なんか他のキャラのぬいぐるみとかあるんですけど、うんうんはいはい、なんかラブライブのがなくって。あ、そうなんだ。でセガにいて、えほとんどラブライブじゃない？めっちゃありましたね、これ。めっちゃありました、うんうんうん、そう、クレーンゲームね。クレーンゲームめっちゃやってたわ。やってた。それこそあのアニメのグッズがたくさんあるから、うん、見たらもうめっちゃお金100円玉入れまくってたよね。でも私あんまり得意じゃなくて、はいはい、全然取れないっていうね。いや楽しかったな。あとお菓子がさ取れるクレーンゲームとかもあるじゃない。 あれもめっちゃやってた。あ昔あ、ね、アイス取れる、あ、お上海にいる、あ、ね、なんかアイス取れる機会があって、取って食べました。いいね。それアイスだったらその場でもう食べなきゃいけないってことか。あ、そうそうそう冷蔵庫みたいな機械。あ、そうなんだ。面白いね。はい、なんかリエラメンバーだと誰がうまいんだろうね。クレーンゲームね、すみれちゃんが第4話でね、うん、あの最初にグソクムシのぬいぐるみ取ろうとやってたね。取れなかったよね。でも取れなかったから、多分すみれちゃんそんな得意じゃないんじゃないかなってちょっと思ってる。確か私もあんま得意じゃないし、うん、ねえ、なんかじゃんけんも勝ったことないし。そうだね、地味にね。そうなの、地味にちょっとすみれちゃんね、うん、でも大丈夫、きっとこれから運が味方してくれると思う、うんうん、今がねちょっと運悪いかもしれないけど、その分ねこれからボーンといけることを私は願っています。はい、もしかしたらあの陰でクレーンゲームの練習めっちゃしてるかもしれない、ね、してるかもね、もしかしたら。努力家だからね。そう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 。クークーちゃん、クークーちゃんうまそうだよな。あ、本当、クークーちゃんとなんか個人的にちーちゃんめっちゃうまそう。そう、ちーちゃんうまそう。ちーちゃんうまいね、うん、ちーちゃんなんかあの透明な、うん、機械じゃないですか、うん、いろんな方向からなんか見る。確かにもうちょっと横かなみたいな。もうちょっと奥、あー行き過ぎみたいな。確かにあってそう。クークちゃんめっちゃなんか騒いでそう。あー取れましたもっとそっちで進みで何やってるですか。やってそう。多分仲良しだからね。うんうん、カノンちゃんどうだろうな。カノンちゃんはやらないかも、ね、いや見てる側かもね。確かにみんな頑張ってって言ってる側かも、ね、そろそろ行こうよとか、うんね、レンちゃんはレンちゃんなんかさ、レンちゃんハマったらめっちゃハマっちゃいそうな気がするんだよ、ね、そのやったことないかもしれないじゃない、うんうん、結構お嬢様だからさ、うん、初めて見たものだとしてやったら、え、もう一回やりたいですみたいな感じで、あ、かわいい、何回も挑戦して ずっとやってそうだよね。そうね、確かになんか想像膨らんじゃうな、ね、そう面白いんです ね、 いいね。なんかリエラね、キャストでもね行きたいよね。確かに、やったことないね。ゲーセンあんま行かないからさ、一人とかだと。みんなとかだったら楽しくできそう、いずれ行けたらいいね。ね、行けたらいいね。ありがとうございます。はい、続いてリエラジネームアイプルさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。温殿神社ですみれちゃんのお守りが再販されたそうで、うん、早速買いに行きました。ありがとうございます。ありがとうございます。前回は神社に着いた時には売り切れになってしまい、うん、非常に落ち込んでいたので、うんうん、今回は無事に買うことができて本当に良かったです、うんうん、お守りの効果は義言上達ということで、すみれちゃんの可愛いイラストも相まって、身につけているだけでも効果が溢れてきそうですといただきました。ありがとうございます。すごい
こんなコラボ、そういや素敵だね、売り切れたってね、売り切れすごい。そうだからツイッターでね、うん、すみれちゃんのお守りの列すごいみたいなのを見たんですよ、うんうんうん、見たわ。そうで、わーすごいすみれちゃん大人気だなってちょっと嬉しかったんだけどそうなんかすごい愛があふれるコラボだなって、コラボというか、うんうん、ね、お守りだなって思ってて、本当に穏田神社さんもありがとうございますっていう感じなんですけど、うん、ね、本当にね、これで技芸上達、芸術だったりとかね、音楽だったりとか芸能だったりとか、うん、ね、達成したいって思う時はこれを身につけてやってみてくださいね皆さん。そうだね、それにスクールアイドルもぴったりじゃない、私たちも欲しいよね。そうそうそう、はい、私たちもね、もうだって技芸もう技芸ザ技芸ものだからね確かに、うわ行きたいなこれ、ね、でも私本当に並ぼうかなって迷ったのよバレるでも絶対バレちゃうじゃない、バレるよ。でもめっちゃ変装して行こうかなって思ったんだけど絶対バレると思って行けなかった。声でバレちゃうかなって、うん、あ、くださいの一言でバレちゃうかなとか、あ、考えちゃって、確かにね、そう行きたかったんだけどね。これぜひねちょっと身につけてお守りで持ちたいですね、はい、皆さんたくさんのメールありがとうございます。それではここで一曲お聴きいただきましょう。お届けするのはリエラでウィッシュソング。のびのび、のびのび、はい、リエラの近況報告をメンバーのイラストを写真付きでお届けするコーナーでーす、うん、はい、早速本日の担当はペイちゃん。ペイちゃん、よろしく。よろしく。はい、本日のリエラ日記のタイトルは飛行機克服への道その1です。その1その1その1飛行機の乗る機会あるから、もうその2、あ、そういうことね。はい、はい、イラストはこちらです。じゃじゃーん、顔顔顔なんかさっき絵柄変わったねって言われたんだけどそんな変わりましたかねはい、こちらですね、ちょっと先週のねリエラジでもいろいろお話しさせていただきました、日本ハムファイターズさんとのコラボ試合のために北海道に行ったんですけど、うんうん、北海道に行くには飛行機乗らなきゃいけないんですよ、はい、でも飛行機乗ってね、乗ってやっぱり私どうしても離陸の瞬間が本当に苦手で、急に一気にスピード上がってフワーってなるじゃないですか、あれがすっごい苦手で、でも前回のファーストライブツアーは結構メンバーの手握っちゃったりとか怖い怖いってめっちゃ言っちゃったから、ね、今回は克服だと思って一人で手をずっとなんか握って声発さず
ってなってずっと、あの私隣でさペイちゃんずっと見ててガン見してたんだけど、大丈夫かなと思って、すごい急に最初ね、あの普通にしたリラックスしてるんだけど、その、うん、飛行機がゴーって言い出すじゃない、うん、そしたらだんだん肩が上がってきて腕もめっちゃ力入ってもうなんか震えてるみたいな、いや頑張ったねめっちゃ下向いてもう目閉じて、で最終的に手、あの顔をね手で隠してやってた、そう、いやだ頑張ったねペイちゃん、ってたまたまね今日あのたまたまねその飛行機の席が窓側で、うん、そうなの、窓側あんま座らないから、座らない、座ったことあんまないから、うん、窓側だ、でもなんかちょっと景色を、うんうん、なんかあんまりにも高すぎるともうわけわかんないから景色綺麗だなってなるんですよ、うんうんうん、そうだから景色ずっと見て、あーいい景色だな、あー揺れた揺れたってなってましたずっと一人で、はい、頑張ってた ねでもよかった、絶対克服したいんですよ今後ね、もうりーちゃんの地元の上海とかもね行きたいし、頑張ろう、そうなるとねフライト時間もっと長くなっちゃうから、確かに、うん、そう克服したいから、いけるまだ最初の時よりも、うん、全然なんていうの、前はさ、うん、もうキャーって叫んでたじゃん小声で私ペイちゃんのさ後ろの席だったんだけど、めっちゃペイちゃん騒いでるって本当に申し訳なかったいやいや本当に可愛かった、可愛くないよ、もう2回目で今回で、ね、全然もう頑張ってたから、成長これはいけますよ、いける、うん、うん、どん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 ちょこちょこちょっとずつ成長していけたらなと思います、うん、はい、ペイちゃんありがとう、ありがとうございます、以上リエラニッキーでした。ラブライブスーパースター遊女放課後放送局リエラジ、お知らせです。テレビアニメラブライブスーパースター2期が今年7月より NHK E テレにて放送開始予定です。ぜひお楽しみに。続いてイベント情報です。いよいよ今週5月27日28日にピアアリーナ MM にて MTV アンプラグドプレゼンツラブライブスーパースターリエラが開催されます。初のアコースティックライブ、うん、もうアレンジたくさんのすごくおしゃれな楽曲ばかりですので、うん、ぜひ楽しみにしていてください。チケット情報などの詳細は公式サイトをチェックしてください。続いてライブブルーレイ情報です。リエラファーストライブツアーのブルーレイが7月6日に発売されます。群馬公演 Day1、 宮城公演の Day2、 そしてファーストライブツアー全体の舞台裏メイキングが収録されたメモリアルボックスのほか、宮城公演単館と東京追加公演単館も発売されます。それぞれの単館には初回生産特典としてポストカード全3種から1種が封入されます。ジャケットイラストや視聴動画も公開中です。ぜひ予約して確実にゲットしてくださいね。はい、続いて書籍情報です。本日5月24日に発売されました BLT 7月号にてソログラビア企画第4弾として私リーユが登場しています。そうです、前回もねちょっと、うん、ちょっとだけ言いましたけど、うんうん、今回ネタバレしまーすネタバレ OK はい、というこの前なんかペイちゃんのあれも、うんうん、なんか納豆も食べたよね、卵かけご飯、うんうん、卵かけご飯も食べたので、今回リーユはナポリタンを食べました。ナポリタン、いいね。そうです、めっちゃナポリタンと仲良くなりました。仲良くなった、かわいい。なんかナポリタンといっぱい写真を撮りました、うん、ということで、みんなぜひぜひぜひ、あ、そしてそう、前回も言いましたが、この傘を差して屋上の写真もいっぱいありました。みんなぜひチェックしてください、うん、また5月30日にラブライブシリーズの書籍が2冊同時に発売されます、うん、1冊目はラブライブシリーズ情報満載のラブライブデイズラブライブ総合マガジンボリューム28です。メンバーの日常を切り取ったイラストストーリー、この街の片隅でセカンドシーズン、何気ない出来事をカノンが歌にするカノンの歌などなど、リエラの連載企画が盛りだくさんです。そして2冊目は電撃ジーズマガジン7月号です。ラブライブスーパースター特集では新連載リエラ散歩がスタートします。
原宿渋谷エリアを散歩するリエラのメンバーが描かれていますので、その場所を見つけたらぜひハッシュタグリエラ散歩でつぶやいてくださいね。そしてリエラメンバーのリラックスした姿が見られるゆるリラリエラ第3回は嵐千里が登場です。おお、すべての情報の詳細は動画の概要欄からチェックしてください。以上お知らせでした。ラブライブスーパースター有意情報加工放送局リエラジ、そろそろお別れの時間が近づいてきました。にゃー、そうですそうです、そうです。何と言ってもですね、今週5月27日28日には、うん、MTV アンプラグドプレゼンツラブライブスーパースターリエラがありますよ。あ、楽しみ。こちらですね、配信ないんですよ。そうなんですよ、本当に有料生配信はないんですけども、そう、ちょっとね、会場でぜひ皆さん楽しんでいただければと思います。はい、本当に楽しくてしょうがないよ。いや、ね、本当に本当にいいからね。ワクワク、ワクワク、ワクワク、ワクワクしてです。ワクワクじゃ。はいはいはい。そして次回の放送情報です。次回5月31日火曜日更新予定の第66回の放送は、伊達さゆりと美咲奈子と私ペイトン直美の3人でお届けします。それでは今回のラブライブスーパースター有意情報加工放送局リエラジはここまで。お相手はタンクーク役リーユーと、葉月蓮役青山渚と、ヘアンナスミリ役ペイトンナオミでした。バイバイ。